ブチャのエリアに入りました。ジャーナリストの村山祐介です。今、首都キーウからおよそ25キロ離れた、ブチャの町に来ています。こちら、焼け焦げれた、タンクが転がっています。この通り全体が、ロシア軍とウクライナ軍の激しい戦闘が行われた地域で、ロシア軍が撤退して、多数の住民の遺体が見つかった場所です。ブチャで、ロシア軍が撤退した土地を今歩いています。軍用の車両が、大破した状態で、置きっぱなしになっています。ほとんど原型をとどめていないものがほとんどです。遺体とかですね、あと、こういった住宅のドアとか、地下室に入るところとか至るところに地雷が仕掛けられていて、ウクライナ政府によると、これまでに1000個の地雷を、除去したということです。ロシア兵の靴です。ガラスも割られています。焼け焦げた、車の中に今も、黒焦げになった、遺体と思われる物体があります。一部肉が残っています。ガラスも、溶けていますので相当高温で燃焼したものと思われます。ロシアのタンクが使う砲弾だそうです。侵攻の住宅街です。ただその前の、ショッピングモールでしょうか、もうひしゃげているような状態になっています。ブチャの町の教会の裏手に来ています。この穴から多数の住民の遺体が見つかりました。今黒いビニールに包まれている遺体もありますし、あと指だけが見えている状態のものもあります。上も全部、割れています。丸焦げになった遺体がそのまま置いてあります。ちょっと信じられない光景です。今首都キーウ郊外の住宅街イルピンの、エリアに来ています。このエリアはロシア軍が、先日撤退をしたエリアで、この奥、ほとんど建物が原型をとどめないくらい、破壊されています。でこちら、2体の、遺体が路上に転がっていまして、2人の男性だと思われます。ではっきりわからないんですけれども、軍服のような緑色の切れ端が残っていますので軍人だった可能性があります。でほとんど肌が真っ黒に焦げている状態で、一部は肉がこうむき出しになっているような状態になっています。でこの奥の建物も、天井もなく壁も、真っ黒になっていて、何だったか、ちょっと形跡がつかめないような状態です。で道を挟んだ、こちら側、こちら側かなり天井が高いので、倉庫か何かの建物だったのかなと思われますが、いずれにしろ、ほとんど、こちらも形跡をとどめてない状態です。